やっぱり夏はスイカバーでしょ。私の名前は西京ゆめ。ちょっぴり食いしん坊で。ねえ、夢見て、ひろとくんのキス陣。え、嘘、私の推しだったのに。泣き虫の高校1年生。なんでそこで泣くのよ。だって推しがキスしてるんだもん。いいなキス。私もキスしたーい。したーい。お邪魔しました。今日はありがとね。お互いキスできるようにいい彼氏見つけようね。私は別に。じゃあまたね。キスか。あっ、思い出せ、お前の遺伝子を。思い出すんだ、興奮によって目覚める最強の力を。なんだろう今の。えねりちゃん帰ろう。あーごめん、今日4時あるんだ。嘘、珍しい。失礼な。まあなんか嬉しそうだね。聞いてくれる？私やっぱりモテちゃうみたい。やっぱりこの可愛い顔のおかげなのかな。何変なこと言ってんの。今日男の人と会うんだ。誰なの。じゃあこの人。え、あれこの人ってどこかで。大丈夫。ありがとう。いや、というよりえなりちゃん、出会い系はダメだよ。まだ高校生だし。いいのいいの、だってキスしたいし彼氏欲しいし、何しろメッセージがいっぱい来るからモッテモテなんだもん。危ないって。それにその人なんか危ない気がする。何？夢もしかしてモテちゃん私に嫉妬してる感じ。まあということで今日は一緒に帰れません。じゃあごめんね、バイバイ。ちょっとエネリちゃん、ちょっとコーチ。そうだよね、やっぱ危ないよね。あの空？え、タカ君もあの空知ってるの？もちろん。この前の話やばかったよね。そうなの、ヒロト君のキスシーン衝撃的すぎた。あれびっくりだったよね。まさかそこでキスすんのかってならなかった。なったなった。絶対危ない。何かあったら私がイネリちゃんを守ってあげないと。ね、うん、じゃあちょっと場所変えようか。あ、うん。えねちゃんさ、休日とか何してんの。休日？休日はカラオケとか。おー、私がえねりちゃんを守る。あのさ、出会って当日に言うのもあれなんだけど、おかしなこと言ってもいい？え、何？俺、君のことが好きになってしまったみたいなんだ。その日にもう告白？絶対おかしいって。あの実は私もおかしなことを言ってもいい？もちろん。あの私もタコ君のことを好きになっちゃったかも。
えなりちゃんも？あー、キスしたー。嘘でしょ？キスしたい、キスするキスしたい。いけ、変態迷路。行く。